弟のユーリです。アーニャさん、こいつが憎きフォージャーの連れ子。テロによる競技日程の遅延をあざけっているのか。さんの前で僕を下げようってそうはいかないぞ、卑劣感め。じゃあ始めましょうか。姉さんの頼みだから条件反射で来てしまったが、難問ふっかけて社会の厳しさを教えてやる。何、全問正解だと。この日はカンニング使えないから真面目にやらないと。真面目にやれ。私、アーニャさんには退学になった。ユーリ、頼りにしているのです。姉さん、ベラルスカランになって偉い人になって、母に美味しいもの食べさせたいと思ってるます。いい子。こんなにも姉さん思いの、の指導でこの小娘がいい点取れば姉さんが喜び、ユーリ大好きに。よし、わかった。ほら、また間違えた。いや、お前勉強は嫌いか。大嫌い。おじは好きなのか、変態か。おじと呼ぶな。一問解くごとに自分の背が1センチ伸びたような気分になって歓喜したもんだ。僕は国語を頑張った。人体や薬学に精通すれば姉さんの怪我や病気を治せると思ったから。結局僕は外交官の道を選んだが、培った力は今でも生かされている。勉強という名の筋トレを欠かすな。チワワチカや。違う、征服したいの。よし、次の問題集だ。いいか。さあ、イエッサー。あまり変なこと教えないでください。どうだ、この文法はマスターできたか。マジで時間の無駄。もう帰る、やってられん。ユーリ、はし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 